滋賀県出身、はい、AV 男優、はい、12年目、そしてホスト、まだ4、5ヶ月目ですかね、はい、インコーダイス、沢井亮です。そうですね、過去のその AV 男優さんで元ホストだったとかいう方はいらっしゃるんですけど、何人か。なるほど。やってたっていうか。そうですね、 今現状ではほぼいないと思うんですけど。そうですね、もともと E セイトのオーナーさんとして飲み仲間 です、ね、でそれやっぱこう自分もいろいろあって AV が暇だったんですよ。もうこれこあれそれでまあで、AV が5連休だったりするで、ね、5連ちゃんも一気にゴールデンウィークが来たりするんですね。お休みだ、はい、休みだと、っていうのを酔っ払いながら言ったら社長がですね、おうちでホストやってみないかって、えマジっすか、おじゃあめっちゃ興味ありますと、面白そうです、食いつきましたね。そうですね、昔きっかけとか、昔19とか南で一瞬だけですね、ホストの代入をやったんですけど、あの専門学生、映像の専門学校行ってまして、だからもともと撮るのも好きですし、出るのも好きって感じですね。そうですね、なんかやっぱこう、はい、よくあるじゃないですか、AV 女優さんがね、はい、ハマってホストにハマってるとか、なるほど、はいはい、風俗嬢がハマっているとか、はいはいはい、でやっぱそういうイメージではありましたけども、うん、そうですね、実際やっぱ蓋を開けてみるとですね、やっぱりそれ以上のフォローをしてると、そのお金を使うことの対価を払っているというか、やっぱりその闇を埋めているといいますか、それをこう楽しく飲むお酒だったり、楽しいトークだったり、やっぱりね、楽しい枕だったり、そうですね、やっぱり女性と関わっているところの部分は似てますね。やっぱりその瞬、AV の場合は瞬間なんですけど、はい、ホストさんのホストだとですね、やっぱずーっとこう関わってる、終わりがないと言いますか。なるほど。はい。店に来てもらって、さらにまた営業だったりで切れないようにコミュニケーションを取っていく、そのパワーというか大変さと言いますか。AV の場合は別にね、女の子に飽きられてもね。まあ、仕事上問題ないですけど、ホストやっぱ飽きられちゃダメじゃないですか。そこがやっぱ難しいな、はい、僕ちょっとやっぱ飽きられやすいんで、体験というかね、やっぱそこがやっぱね、もっともっと吸収していかないと、はい、学んでいかないといけない。そうですね、やっぱこう AV 男優でしての接し方プラス、そのやっぱホストをやってから学んで、それを得たものを逆に AV 男優でもできるか。そうですね、やっぱりその大館でファンの人も来てくれますし、ああなるほど、やっぱり昔から僕のことが好きで、ね、やっぱその来てくれる方もいらっしゃいます、感激。そうですね、やっぱりキャラクターで、ある程度されるというか、ある程度はまあ、そういう、そうですね、分かりやすいパターンですけど、やっぱ、ね、うん、AV の裏側とか、はいはいはい、エッチに関してのその辺、ね、変態トークだったり、そういうのも僕も好きなんで、なるべく、まあ、自分の知ってる範囲、知識の中で答えております、はい、やっぱりこう、はい、AV の裏話、あ、はい、だったりとか、ね、はい、例えば中出し記事って言っても、今仕込んで、うまいことをその偽物だったりするんですよ。あ、そうなんですか。はい。それがカメラが女性の顔に寄ってる時に、はい、こう AD さんなり男優がこう仕込んで、またでカメラが引けばもう蓋をして繋がってる。はい。であと、うん、演技していけば。ビジョン、はい、そうですね。やっぱり、はい、ホストとしても稼いで。俳優としても稼いで、もっとやっぱ自分でもお店を持ちたいですし、はい、やっぱそういう夢を、プレイヤーからやっぱオーナーになりたいとか、やっぱこういろいろやりたいですね。はいはい。